KPC チャンネル。どうも皆さんこんにちは、高専プロモーションチャンネル谷にでございます。今回の動画は高専生に有利な会社探しどうしましょうかというテーマについて皆さんと一緒に情報を確認していきたいと思います。はい、少しお知らせなのですが、こちら盛況でございます。ありがとうございます。高専数学の教科書ガイドについてです。こちら新基礎数学改訂版第2本図書出版のこちらの教科書ですが、略解しか載っていないので、その略解にたどり着くまでの詳しい回答解説、こちらを PDF にまとめた教材でございます。もしご用意の方は概要欄コメント欄にご案内を貼っておりますのでチェックしてください。でプラスちょっとお知らせなのですが、10月末に刊行予定のこちらの新、線形代数微分積分1の改訂版ですね、こちらもまた新しく今年度出版されるようですので、来年度に向けて準備していく予定です。来年度の4月頃を予定してこちらも解説を書いて PDF で皆さんにお届けしようと計画しております。何卒よろしくお願いいたします。でプラス、こちらの入学生用ですね、入試を受ける受験生用のプレミアムパックも見逃し配信中でございます。ですのでこちらもコメント欄概要欄から、もしご用意の方は案内の方を貼っておきますのでよろしくお願いいたします。はい、それでは本題の方に入っていきましょう。この動画は高専受験のための学習塾 PDCA スクールと高専受験のための YouTube チャンネル高専プロモーションチャンネルの提供でお送りいたします。はい、ということなんですけれども、高専生に有利な会社なんてね、そんな都合のいい会社あるのかなと思うかもしれませんけど、どうやって探していこうかと。というのもこちらの表ですね、いろんな動画で、馴染みだと思いますけど、今回は高専5年間通った後編入しようか、それとも社会人、ね、もう社会人として働こうかと、そうなっている時の話なんですよね。で今回はこちらの社会人になる時、この時に高専生になるべく有利な会社に就職したいなと、というのもですね、こちら見てください。学歴別の年収で40代の時の平均年収の統計ですね。厚生労働省の令和元年度民間給与実態統計調査というこちらの統計資料なのですが、大学と大学院卒、高専と短大卒というふうにこちら2つに分かれていますけど、ここだけ少しピックアップしておきましょう。男性の方は大学卒大学院卒の方が200万弱、やはり学歴が高い方がこの40代時点での平均年収は高いと。で女性の方も100万強ですかね、100万とちょっと、やはり学歴が高い方が平均年収、40代時点での平均年収は高くなっていると、これは紛れもない事実で、どの統計調査もおいても、学歴が高ければ高いほど、平均の年収はやはり高くなっていると。じゃあ、みんなね、なるべく高い学歴を目指せばいいじゃないですかという話になるのかと思いますけど、やはりですね、全員が全員、高専卒、もしくは5年生時点、4年生時点、全員が全員、勉強がね、そんなに好きじゃないです。高専入ってからちょっと変わりました。もうね、たくさん5年間頑張りました。これ以上ね、勉強、高いモチベーション保ってできるかな。あと他に2つ目、研究にもね、めちゃくちゃ好きなわけじゃない、興味関心が強いわけではない、この先もうね、2年間、もう4年間、6年間、進学して研究できるかな、そういった学生さんもいらっしゃると思うんですよね。全員が全員高い学歴を目指して、高いモチベーションのまま高い学歴を目指せる状況ではないと。じゃあどうなるかっていうと、高専卒で就職しようかなというふうになるわけです。この進学がいいとか就職がいい悪いとかではなくて、そういういろんな、ね、選択肢があるということで、そういう道を選ばれる方もいらっしゃると。じゃあこの時になるべく高専生に有利な会社探しってどうすればいいんですかっていう、今回の、ね、テーマに戻るんですけど、これまでですね、こういった就活関係の高専生もしくは高専に関する就活関係の動画もインタビューをしたり情報をまとめたりしている動画もあるので、高専卒で就職するメリットデメリットや大学編入して就職するメリットやデメリットなどこちらの動画にまとめてますので、コメント欄や概要欄に URL 貼っておきますので、もしよろしければ合わせてご覧ください。で、今回ですね、じゃあなんで、こういうテーマを取り上げようかと思いましたかというと、これですね、平均年収というふうに先ほど申し上げましたけど、学歴が高ければ高いほどまず平均年収は高くなっているわけなんですよ。ですが、平均なので、こんな風にデータを平均したら、この数百万、700何十万とか600何十万っていう風になってると思うんですよ。で、この平均年収もおそらくこのね、高専短大卒右上のこのグラフを抜粋しましたけど、おそらく高い方も低い方もデータとしてはあってばらついてるはずなんですよね。で、これを全部鳴らしたらここの赤い平均線になったということなんですよ。なので高専卒で就職したいと願っている方は、これ以上で進学はいいかな、もう高専5年間通って就職、もうね、働いてお金稼ごうと思われている方はやはりですね、こういうところ平均より上の美味しいポジションをやっぱり狙っていくべきだと思うんですよね。そのためには何が必要かっていうと、やはり、どの勝負事とか競争とかにも、欠かせないものなんですけど、情報収集がやはり大切なんですよね。じゃあこの情報収集をどうやってすればいいのかっていうところなんですけど、大きく2つに分かれるかなと思います。1つ目がこちらですね、教育就職担当の高専の先生から情報を得るか、もしくは 4,5 年次の担任、大体これ2つのポジションが同じなことが多いんですけど、この先生からやっぱり どんどん、ね、積極的に手がかりを探していかないといけない。で、他にもですね、こういった考え方もあります。学科から企業に、研究室から企業に、会社に、もしくは教員個人で、企業の、ね、人事の方と、それぞれにパイプとかつながりがある企業、そういったパターンがあるので、そこから、概要とか高専卒への待遇、内部の事情ですねに関する手がかりが、得られることがあります。求人表とかホームページとかには金額しか書かれてなかったりしますよね。目星情報としては初任給何円、ここからどういう昇進があるとか、どういう、昇進のしづ
づらさとか、他の学歴との違いとか、やっぱりそこからは出来高だったり、その会社会社の風土が違うので、まあ、違ったりするんですよね。バラバラだったりするんですよ。じゃあそこの内部の事情をどういうふうに明らかにしていくのかっていうのをね、今回ちょっと整理してみたいと思ったんです。で、どういったことが聞けるかというと、まあ、そういったパイプから、まあ、そのこの就職担当の先生だったり、4、5年生の時の担任の先生に、まあ、これまでの、まあ、OB の先輩方、ね、同じ高専 の、 先輩方とか OB の方の、まあ、就職のデータがあるわけなんで、まあ、ここおすすめだよ、あんまり悪い噂はないよ、いい噂があるよ、ここの企業はちょっと悪い噂があるね、そういう報告を受けたよとか、そういったものがね、高専に地理もですね、地理も積もれば山となるということで、データがあると思います。それをうまく自分がね、目星をつけた会社について引き出していかないといけない。で、ここが情報収集の要になるかなと思います。で、一番強いのが、今までの動画でもね、何本か取り上げましたけど、こちらですね、何々くんがね、今ちょっと聞いてくれた企業に、まあ、何年か前OB の先輩が言ってるから、じゃあその OB の先輩連絡先あるから、ちょっと連絡取り継ごうかっていう風に、就職担当の先生だったり、 4、5年の時の担当の先生が言ってくれる時があるんですね。そういうコネクションがあったら、まあ、これが一番いいんですよ。なんでかっていうと、内情が聞けて疑問解消できるからなんですね。やっぱり会社ごとにあまり表には出せないような、表向きの広告の姿と実際の会社の内部の状況って、多分必ずしも 100% 一致してるわけじゃないんですよね。じゃあそこのギャップをどういう風に解消して、就職活動、就活をしていくかってところがすごく大事なんですよ。それをせずに、まあ、その雰囲気だったり、まあ、表向きの情報だけで決めてしまうと、後からちょっとギャップが生じて、転職しないといけないかなとか、離職しないといけないかなという風になってしまう。意外と高専卒だからといって、パッと見ね、いい案件に就職パッと決まったりするんですけど、意外とね、離職率低くなかったりするんですよね。実際に高専入って、同級生の様子を見てみるとですね、卒業した後で、意外ともうね、俺辞めて転職したんだよねとか、いやもうね、今年度いっぱいで辞める予定なんだよねって話ね、そんな1人とか2人のレベルじゃないんですよね。意外と多いんですよ。で、このギャップをなくすことでそれがなくなっていくと思うんで、やはりですね、最初の情報収集、4年をね、残さずに、やってほしいんですよね。で、なるべく先ほど申し上げましたけど、内部の情報とか会社が表に出していない情報を必ずゲットすべきだと思います。で、先生に就職先のね、候補先の OB に取り付いてもらうって先ほど申し上げましたけど、それ以外にもこちらの方法がありますね。インターンシップです。インターンシップ。職業体験版のね、ガチバージョンみたいな感じなんですけど、こっそりですね、そのインターンシップ中に、職業体験中に、こっそり高専卒の社員さんとか、仲良くなったね、高専卒じゃなくてもいいです。仲良くなった社員さんなどに、まあ、お昼休みとか、まあ、業務外でもいいです。まあ、こっそりですね、まあ、裏事情とかかゆい部分、あまり、ね、表に出せなさそうな質問、しっかりですね、知った上で就活していく必要があると思うので、まあ、いいと思います。で、最終日、2日前とか最終日、仲良くなった時に、まあ、しっかりぶつけて、疑問解消するために、赤裸々に、ね、質問すべきだと思います。はい。という感じでね、まあ、イメージとしては、この、ね、ゲームご存知でしょうか、マインスイーパーというゲームなんですけど、まあ、知らなかったらこちらでいいです。まあ、裁判みたいなイメージです。なるべく不確定な要素をなくしていって、どんどん真実を突き止める、そんな姿勢です。まあ、それを大事にしてほしいんですよね。なるべく不確定な情報とか、不明瞭な部分を解消して、クリアにした上で、就職先を決める必要があるかなと、個人的に強く思いました。で、他にちょっとね、まあ、これが結論なんですけど、その方法としてね、インターシップに行くと。で、先生からしっかり情報を、まあ、引き出して、自分から質問しないと先生もね、40人、50人の、ね、教え子がいるわけだから、一クラスに。全員ね、一人一人、ね、魂をかけて、ね、全力で投球して指導できるわけではないので、こちらからきちんと質問して引き出す必要がある。で、この2つですね、インターンシップに行くということと、しっかりね、候補先のインターンシップ積極的に行くということと、先生から、担任の先生だったり、就職担当の先生から情報を聞き出して、で、運が良ければ OB の人と連絡を取り継いでもらうってことがすごく大事かなというふうに思いました。で、他にちょっと補足情報なんですけど、求人票とかがね、やはり来ると思います。その時に、全国の高専対象ではなくて、地元の自分の通学中の高専の特定的な、求人票だったら、まあ、競争率が全国規模ではないことがあるので、比較的ね、脈あり、やはりこの求人票というのは、この地元のこの高専の高専生を求めてるってことなんで、結構脈があったりするので、こちらも補足情報で知っておいてほしいところと、あともう一つ、今回お話しした内容は、こちらの高専5年生、5年間通った後のこの社会人に、ね、進出しようかな、社会進出、働こうかなって思われている方に向けての動画だったんですけど、専攻科2年追加していった場合、この7年間通って、大卒程度ですね、学士の、学位を、まあ、取得して、就職する場合では、まあ、こちらよく言われてますね。企業からしたら、技術力だったり、まあ、飲み込みが早い、そういう能力が高い人材を、まあ、その短大卒程度の学歴で雇うことによって、賃金のコストをカットできるから、高専っていうのね、高専生っていうのは、まあ、一つその企業からしていいところなんですよ。なので、専攻科2年行ってしまうと、大学卒程度の学歴を持ってしまうわけで、まあ、その分、ちょっと推薦枠だったり、推薦枠ってすごく合格しやすかったりするんですよ。準備の手間がなかったね、少なかったり。まあ、あと、入りやすさっていうのは、やっぱり高専卒と比べて、ちょっと劣ったりすることはご存知ください。まあ、その代わり、やっぱり大学卒程度の学歴は持ってるわけなんで、まあ、入ってしまえば、やっぱり高専卒と比べたら、大企業とか規模の大きい会社においては昇進しやすかったり待遇が良かったりすると思います。はい、これちょっと補足情報で2点ほどね、求人票の話とこの専攻科2年まで行った時の話っていうのを補足情報でご存知ください。ということでちょっとまとめておきましょう。まとめ1つ目ですね、平均を取ると学歴が高い方がやっぱり賃金は高くて昇進スピードは速い傾向にあるというのはもう統計情報から明らかですね。で、2つ目、企業研究の末ですね、まあ、目星がいくつかつくと思います。で、その候補先に関して内部事情とか内部の情報をしっかりですね、表向きの情報とのギャップを埋めるために、そこをね、明確にすべく、こちらですね、教員だったり担任の先生、就職担当の先生だったり
り、特にこの実際にその候補先の就職先に就職している OB からのコネクションで、もしくはインターンシップの経験を積極的に求めていかないと、結局のところノリで、ね、就職して運任せになってしまうんですよね。ギャンブルになってしまうので、そのギャンブル性、ギャンブル要素を、ね、なるべくなくしていく、ここが大事かなと強く感じました。で、入社後に後悔しないように入念に情報収集することが、ちょっとね、最初めんどくさいけど後から後悔しないように最初我慢っていう感じですね。で、なんとなくや雰囲気で決めるとかなり危険ですね。転職離職たくさん例があります、たくさん聞きますね、気をつけましょうということで、今回、高先生に有利な会社探しどうしますかということで、結論としてはこの2つ、ね、要約するとこの2つで情報収集をしていきましょうということでした。はい、この動画ちょっと締めたいと思いますね。はい、この動画は高専受験のための学習塾 PDCA スクールと高専受験のための YouTube チャンネル高専プロモーションチャンネルの提供でお送りいたしました。冒頭に申し上げましたが、こちらの教材ですね、お知らせ何卒よろしくお願いします。厄介だけじゃちょっとね、勉強が進みにくい、あ、もうちょっとね、全員が全員ね、高先生だから数学で得意と思ったらね、ちょっと困りますよね、僕苦手なんですよ、ちょっとね、途中の解説があったら勉強しやすいんだけどなという悩みを持っている方、おすすめの教材です。収録されているすべての問題の詳しい解答解説データ PDF にまとめてお届けいたします。ぜひともご覧ください。で、こちらの新しいですね、 1,2,3 年生カバーできてますかね、 2,3 年生ですかね、 2,3 年生で学ぶ内容なんですけど、新線形代数で微分積分1、こちらの改訂版また新しくなってね、こちらエディション、改訂されて出されるということで、こちら来年度の4月予定して、こちらも回答を書いて、お届けしたいと思っております。で、こちらのコンテンツも見逃し配信中ということで、配信中ということで、最近ね、このチャンネルを見つけてくださって、ちょっと申し込みねしたかったけどちょっと間に合いませんでしたという方、いらっしゃいますので、過ぎてからの申し込みもね、何件かもいただきましたので、見逃し配信中でございます。ぜひともご覧ください。はい、ということで、今回の動画は高先生に有利な会社探しどうしますかということで、一助となればということでね、やっぱりね、情報がないと戦えないので、その情報格差を埋めるために、まずはこの動画から始めて、このね、情報格差の是正ということで、自分がね、情報をたくさん持ってる側になれるように積極的にね、攻める姿勢で、就活がね、高専4年生5年生の方、できればいいかなと思って動画撮らせていただきました。合わせて再生リストにも就活関係の動画ありますので、合わせてご覧ください。それでは今回の動画終わろうと思います。あなたの選択肢に高専を。Thank you for watching till the end. Please subscribe to our channel.